激闘の末、人海軍と日本人プレイヤーたちはプーが率いる海外プレイヤー集団に包囲される。シノンとリーファもそれぞれの戦場で重い傷を負い立ち上がれない。このままなすすべもなく敗れるのかと覚悟した時、思わぬ人物が現れる。次回ソードアートオンライン、アリシゼーション、ウォーオブアンダーワールド第17話、悪魔の子。